トマス・エム・ディッシュ、トマス・マイケル・ディッシュ、トーマス・マイケル・ディッシュ。日本語では、トーマスとも、1940年2月2日から2008年7月4日は、アメリカ合衆国の SF 作家、詩人、評論家。1980年に、ジョン・ W ・キャンベル記念賞。1999年に、9号賞関連書籍部門を受賞。西雲賞海外短編部門を2度受賞している。 1960年代に SF 雑誌に作品が掲載されるようになった。SF 長編、人類皆殺し、キャンプコンセントレーション、334、歌の翼にといった作品の評価が高く、ニューウェーブ運動の中心となった SF 作家の一人であり、数々の実験的作品を世に問うた。ヒューゴー賞、ネビュラ賞に幾度もノミネートされたが受賞せず、無冠の帝王と、 あだ名されたが、1998年に発表した文化への SF の影響を考察した評論で、初のヒューゴ賞関連書籍部門を受賞。SF 界切手の知性派と言われた。他には、ニューヨークタイムズやといった定期観光物に演劇やオペラの評論を書いていた。また、トムリッシュの名で詩集も何冊か出版している。1966年の短編。 リスの折、ザスキラル刑事は、ニューウェーブを象徴する作品として有名であり、日本でも、第1回、1970年星雲賞海外、短編賞受賞。長編、歌の翼にでキャンベル記念賞を受賞、1980年。児童向け作品、勇ましいチビのトースターも好評で、例えば、日本では、第13回、1982年。 生運症会外短編賞を受賞したほか、本国ではアニメーション映画化された。長期にわたるうつ病の末、2008年7月4日または5日にニューヨーク州ニューヨークで拳銃自殺した。アイオワ州でもン生まれ、1946年ポリオに感染したため、1年間は母がホームスクーリングを行った。そのため、 幼稚園から小学校の2年生に編入された。小学校はカトリック系だった。そのためか作品にカトリック教会への痛烈な批判が描かれていることがある。1953年、一家で両親それぞれの両親が住むミネソタ州、ミネアポリス、セントポールに越した。ミネアポリスでディッシュは SF や演劇や死に出会うことになった。死は彼にとって文学への入り口だった。 学校の教師ジャネット国論がンが百行の死を生徒たちに暗記させた際、ディッシュはその十倍の死を暗記してみせたという。初期の傾向はその後の彼の指摘形式や評論の方向性にも影響を与えている。1957年に高校を卒業すると、製図工見習いとして一時期働いている。それで資金を貯めると、ニューヨークに上京し、マンハッタンのアパートに今日構え。 様々な方面に情熱を発揮し始めた。メトロポリタン歌劇場で合唱団員として働き、その後書店で働き、次に新聞社で働いた。18歳になると陸軍に入隊。しかし軍隊生活は全く合わなかったようで、すぐさま3ヶ月間精神科に通うことになった。除隊するとニューヨークに戻り、独特の間接的方法で芸術を再び追求し始めた。 この頃経験した職が後の成功に役立った。演劇好きだったためニューヨークの劇場の手荷物預かり所で働き、その経験が後の演劇評論の仕事に結びついている。最終的に保険会社に職を得て学校にも通うようになった。建築関連の学校に一時的に通った後、ニューヨーク大学の定時制に入学した。中編小説創作クラスと ユートピア小説クラスを受講し、そこで彼の SF 作品のテーマや作風の一部が形成された。1962年5月、彼は中間試験の勉強をする代わりに短編小説の執筆を始めた。その短編小説ザ・ダブルタイマーは112.5ドルで売れた。これに気を良くしてニューヨーク大学を中退し、銀行員、死体安置所助手。 編集助手などの職を転々としながら、作家としての経歴を積き始めた。その後数年間は SF 短編も書いているが、同時に詩にも手を出している。詩人としてのデビュー作エコーナーシサスは、ミネソタレビューの1964年夏の号に掲載された。ディッシュが SF 界に入った頃、パルプマガジンでは、古い冒険者と、 よりシリアスで大人っぽく暗い物語とが競合していた。これをニューウェーブ運動と呼び、SF が12歳の子供の願望を表現する以上のものであることを示そうとするものだった。ニューヨークの主流文学の分断と張り合おうという気はなかったが、ディッシュはこの SF の新たなジャンルに飛び込み、その形式と約束時からの解放を開始した。諸女長編。 人類皆殺しは1965年に出版された。より文学的な SF 作品の多くはマイケル・ムアコックのニューウェーブ雑誌に主に掲載された。ディッシュは世界各地を旅し、イングランド、スペイン、ローマ、メキシコなどに住んだ。それでも人生の最後の20年間はニューヨークに住み続けた。ユニオンスクエアを見下ろすアパートに長く住み、 ニューヨークという都市は私にとって世界そのものだと語っていた。執筆が彼の人生の中心を占めるようになった。ディッシュはその頃の自身の変貌を単なる構図化からしたいことはわかっているが、忙しすぎてそれができない誰かになったと表現している。人類皆殺しの後、キャンプコンセントレーションや334を書いた。その後も SF、ゴシック小説、評論。 戯曲、オペラのリブレット、フランケンシュタインなど、子供向けの三文や詩、詩などを発表していった。1980年代には SF よりも、ホラー小説中心となり、ビジネスマン、MD、ザ・プリースト、ザ・サブといった一連の本を、ミネアポリスで版している。また、ワシントン・ポスト、ロサンゼルス・タイムズ、ニューヨーク・タイムズ、エンターテイメント・ウィークリーといった媒体に、 書評や演劇表を定期掲載していた。ディッシュは作家としての長い経歴の中で様々な形式やジャンルに挑戦した。小説家兼詩人としてディッシュは SF 作家の楽印を常に感じていた。私は文学には階級があると思う。ザニューヨーカーに作品を売るには私は間違った方向から来てしまった。私がアーティストとしてどんなに優れていたとしても、 彼らには私がいた場所が匂いでわかってしまう。ディッシュは作家フィリップ K ディックの友人であり、ディックを尊敬していたが、ディックは1974年にディッシュを告発する変質狂的な手紙を FBI に出したことがある。それはディッシュのキャンプコンセントレーションの中に暗号化されたメッセージが隠されていると示唆するものだった。ディッシュはこれに気づかず、 フィリップ・ケーディック賞創設にも尽力した。ディッシュはニューヨーク市内のアパートとニューヨーク州、バリービルの家を30年来のパートナーで詩人のチャールズ・ネイラーと共有していた。ディッシュの私生活はほとんど明らかにされていない。彼は1968年に同性愛者であることを明かしている。同性愛的傾向は死によく現れており、1979年の長編。 歌の翼ににも顕著である。しかし、同性愛コミュニティのために何かを書くことはなかった。私自身は芸だが、芸文学は書かないと語っている。インタビューでも性的傾向について語ることは、ほとんどなかったが、1981年にカナダの芸雑誌のインタビューに応じている。2005年にネイラーが亡くなると、バリービルの家を手放さざるを得なくなり、 同時に、アパートのネイラーの分の賃料まで支払うことなり、確実に鬱が進行していった。2006年4月から自殺するまで、彼は、ライブジャーネル日誌などを定期的に発表していた。最後の長編ザワードオブゴッドは2008年夏に出版された。死後には、後期の作品を集めた、短編集ザォールオブアメリカが出版されている。1987年、 ディッシュはニュージャージー州のソフトウェア会社カゲネティックスコーポレーションとゲーム販売会社エレクトロニックアーツと共同でテキストアドベンチャーゲームを制作した。当時の他のテキストアドベンチャーとは明らかに異なるゲームでディッシュのニューヨークへの愛が溢れていた。その頃すでにテキストアドベンチャーは下火になっており商業的にはあまり成功しなかった。 マンハッタンの南側の各所を自由に行き来できるというゲームシステムだったが、フロッピーディスクベースで容量が限られていたため、ディッシュの書いた内容の大半がカットされた。ディッシュは演劇表を雑誌に連載していたことで知られているが、同時にベンハーやザ・カーディナル・ディートックスという二つの戯曲を書いたことでも知られている。ベンハーは歴史小説、ベンハーだけでなく、 作者ルー・ウォーレスの生涯とその時代を掘り下げた作品である。ティッシュはエイブラハム・リンカーン暗殺に関与したとして、メアリーラット、アメリカ連邦政府によって死刑に処された、史上初の女性を処刑したことへの自責の念から、ウォーレスがベンハーを書いたという説を展開している。ザ・カーディナル・ディートックススは、カトリックの主教が飲酒運転で人身事故を起こしてしまい。 修道院に監禁される話である。司教は解放してもらうために、代償様々なよからぬ秘密をネタとして、教会を脅迫する。これを上演すると、ニューヨーク大司教区から上演中止の要請があった。この件がニューヨークタイムズに記事として掲載され、さらに AP 通信が全世界に報道したため、1990年代最大の検閲問題として注目された。 その戯曲そのものも文学的評価が高い。ディッシュは小説を執筆する傍らで1964年から詩も発表し、1972年に最初の詩集を出版した。ディッシュは詩と小説の読者は違うと想定して、ペンネームも単純化したトム・ディッシュにしていい。ハイウェイ・サンウィッチスやハイクズ・オブ・アー・ニャンパートでは、 ソネット形式の中で様々な実験をしているが、ザ・ダークオールドハウスでは厳密な形式と自由な形式の混合を試みている。アメリカの詩人によく見られるように、ディッシュもユーモアとイロニーをよく使っていた。ディッシュの詩人としての評価は旧作を集めた1989年の詩集エス・レッドエースで確立された。 その後、新作を集めた詩集ダークバーセス・アンドライトを1991年に出版した。1995年と2002年には詩の評論集を出版している。詩の直前には雑誌から注文があっても詩を雑誌に掲載することをやめ、ライブジャーネルで直接世間に公表するのを好むようになった。死の10日前に行われたインタビューでティッシュは私が詩を書くのは それが私にできる最も難しいことだからだ。そして、騎手が良い馬に乗るのを楽しむように、私は試作を楽しんでいると述べていた。日本語訳された書籍のみを挙げた。未訳作品は数冊ある。他に短編多数、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。